デビット・ウェイン・ポウリーは、アメリカ合衆国、コロラド州ロングモント出身のプロ野球選手。アトランティックリーグ・シュガーランド・スキーターズ所属。ウトウミギウチ。2001年に、MLB ドラフト8巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、6月7日に契約。2004年12月20日に、デイブ・ロバーツとのトレードで、J ・ペイトン、ラモン・バスケスと共にボストン・レッドソックスへ移籍した。 2006年に、AAA で2勝3敗、防御率2.39という数字を残してメジャーに昇格。5月31日のトロントブルージェイズ戦で、負傷のため先発を回避したデビッドウェルズの代役として、メジャー初登板を果たした。その試合では4回までに失点だったが、5回に4、失点し、4.1回で被安打11、自責点6という結果でマウンドを降りた。 最終的には1年で3試合に登板しただけ。2007年はメジャーでの登板がなかった。2008年も開幕はマイナーで迎えたが、故障者の穴を埋める形で、先発2試合を含む6試合に登板。2009年1月13日にリーフとなった。1月19日にランドオルビアードとのトレードでボルチモアオリオールズへ移籍。オリオールズではメジャー登板なしに終わり。 オフの11月9日に FA となり12月14日にシアトル・マリナーズと契約した。2010年8月13日のクリーブランド・インディアンス戦で先発し6回に失点でメジャー初勝利を挙げた。マリナーズ時代2011年7月30日にチャーリー・ファーブッシュ、フランシスコ・マルティネス、キャスパー・ウェルズ、チャンスラフィンとのトレードで ダグフィスターと共にデトロイトタイガースへ移籍。2012年3月12日に解雇された。3月23日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、5月7日にメジャーに昇格。その後6月18日にディーフとなり、6月20日にブルージェイズに復帰した。7月2日のカンザスシティロイヤルズ戦後にディーフとなり、7月9日に FA となった。 7月12日に、フルスマリナーズとマイナー契約を結んだが、トリプル a 級タコマレーニアーズでプレー中の8月24日に、薬物違反で50試合の出場停止を命じられた。11月3日に FA となった。2013年6月10日に、アリゾナダイヤモンドバックスと契約したが、6月29日に解雇された。 7月25日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズに入団した。主な武器はシンカーで、他にカーブやチェンジアップを投げる。これらのことから同じくシンカーを武器にしている。デレクローに似た投手と言われることもある。ありがとうございます。